はい、今回はですね、ちょっと脇を攻めたね、超人紹介をしていこうかなと思うんですが、その超人っていうのがですね、ブートンですね。はい。ブートンって誰かっていうことなんですが、まあ、結構昔ですね、1984年8月25日の週刊少年ジャンプの特別編としてね、ロビンメモの巻っていうのが載ってたんですが、そこで登場する超人ですね。ちなみにロビンメモの巻はですね、マッスルリターンズ、まあ、角川書店から出ているマッスルリターンズにも掲載されています。でさらにね、このロビンメモの巻はですね、これをもとにアニメの映画版も作られていますね。はい、そんな感じです。だから自分ね、このロビンメモのストーリー知ったのって結構最近だったりするんですよ。あのアニメの映画に関しても DVD ボックスにね、その映画版も全部入ってたんで、そこで初めて知ったっていうことなんで、だからまあ、うん、それもだいぶ前だけどね。だから そんなに昔から知ってるわけじゃないんですよね。はい。でちなみにちょっとね、あのロビンメモって何かっつうと、リーダー格であるロビンマスクが超人たちの戦闘能力の向上のために各超人たちの弱点を事細やかに記したメモっていうものですね。まあおそらく弱点克服のためにまず弱点を知ろうっていうことで、書いていたのかなっていう解釈はしていますけども、はい。でちょっとね、ブートンの話に戻るとですね、基本データが、身長230センチ、体重400キロ、超人強度が100万パワー、結構高いんですよ。で、ウィークポイント制出身ですね。はい。で、本体はですね、金棒の先についた、まあ、拳の部分で、それ以外は傀儡に過ぎないってことですね。まあ、つまり、ごっつい体してるんだけど、そのごっつい体は実は人形に過ぎないって、本体は金棒の拳の部分なんですよ。で、まあ、用心深い性質で、他人の弱点を知ることに執念を燃やすっていうことが、まあ、学研の図鑑に書かれていましたね。はい。なんでまあその 弱点を知りたかったからロビンメモを狙っていったんですよね。でこのロビンメモのね話ってすごい短いんでね、ちょっと簡単にねあらすじを紹介するとですね、まあ、要はね不意打ちなんですが、一撃でロビンを失神させてね、でロビンメモを奪って、さらにはロビンマスクもですね連れ去られてしまうんですよね。でそこでまあ十字架にね縛られてしまうんですが、そのシーンが結構印象的だったかな。映画版ではそのシーンは結構残ってるんですよ、自分。はい。でロビンマスクを助けるために正義超人、まあ、6人でしたっけね、助けに行くんですが、まあ、なんていうか6人がかりで倒そうとするんだけど、ロビンメモに書かれた弱点をね疲れてね結構苦戦するんですよ。そういう意味ではそれなりに強いのかなとは思いました。ただまあ最終的にはロビンマスクによってね、その本体は実は金棒の部分だっていうことが分かって、まあそこをね、超人サザンクロスっていうね、合体技みたいなやつで倒すっていう、そんな話でしたね。だからまあ5人か6人ですね、6人がかりで倒したっていう点では、さっき言ったようにそれなりの強さはあったのかなとは勝手に思ってます。でなんといってもね、まあブートンもそうなんですけど、ロビンメモっていう存在はまあなかなかね、これ自分ね、そのこの話自体知ったのがさっき見て最近なんで、アニメオリジナルかな、映画版オリジナルかなって思ったんですよ、勝手に。だけどまあ一応ね話があるんでね、ひょっとしたらこれを匂わせる設定みたいなものが今後出てきても面白いかなとも思いましたね。はい。ということで、まあ、今回はね、ブートンとね、まあ、ロビンメモについてお話しさせていただきました。では、この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。